小学生でもできるから組み立てられる、俺らでもできると。そう、発電キット。ということで今回なんですけれども、はい、動画に入る前にちょっとお知らせがありまして、お知らせがございます、はいはい、本日からちょっとグッズの方を新しいものをいろいろ追加して第2弾ということで販売させていただくことになりました。前回もたくさんの方にご購入をいただきまして、うん、本当にありがとうございます。ちょっとこの前動画にもちらっと出てるんですけど、うん、初めてちょっとね刺繍に挑戦しまして、ね、あとカッティングステッカーもちょっと販売させていただこうかなと思ってるので、はい、概要欄に貼っておくのでぜひぜひ見てみてください。ということで今回なんですけれども、はい、キャンピングカーこの前大工さんに来てもらっていろいろ下地をやったんですが、うんうん、まだまだちょっと下地部分が終わってないので、うん、大きなその全体に関わるところはちょっと大工さんにお願いしようかなと思ってるので、ね、はい、もうちょっとかかるんですけど、はい、その次までにちょっとやらなきゃいけないことがいろいろ宿題をねいくつか出されたんですよ、はい、ありまして、はい、でその中で一番大きなのが配線、実際にこういろいろつなぐわけではないんですけど、実際にここにこういうのがつくからここにこういうのをつけますっていうようなのをちょっとこうご紹介しながら、こういうところにこういうものを置こうみたいなのも、はいはいはい、ちょっとこう原寸大でやるのって意外と初めだったりするので、ね、そうだね、こういう感じでやっていくよっていう方向性をお見せできればと思います。そうそうそう、はい、先に一周回っとく。一周？そう。なんで？なんで？なんで回ったの？一応今日初めてだから。非常に作業着でね。そう。そうね、最後窓開くのって。まあ、今日のメインイベントは一応配線だから。そう。だから繋げるのはさ、うちらじゃできないから、うんうん、電気工事士の人に頼むんだけど、うん、配線図とかは書いてもらったから、うん、それは見せられるよ ね、 そうそうそうね。こんな感じでやりますっていう。だから今日はソーラーをつけた場合、どういう風に配線があって、うん、どこにコンセントをつけてみたいなことをやりつつ、うん、そう、あとはその間柱で、余ってるところ全部やると。そう。で、あと窓枠を切って塗っとくっていうところね。うん、まず今日使う配線のやつは、うん、これ電源タップ違います。これは普通に買ったやつで、まず使うのがこの VVF ケーブルの VVF ケーブル、これは 1.6mm、 あと2メートルのやつ、 2メートルじゃない、 2mm のやつ、 2mm のやつで、あとスイッチボックス、そう、スイッチボックスで、これ後付けタイプで、そうで、今日やるのはこれを緩やかに垂らす、うんうんうん、で、スイッチボックスの部分は、うん、スタイルフォームをカットして取り付けておく。これ結構大変だね。うん、じゃあさ、一回どういう配線にするかみたいなのを持ってくるよ、うん、オッケー、持ってくるの忘れちゃったから、オッケー、ちょっとじゃあまた繋いどいて、うん、なんか休憩してる人いる、繋いでおいてって言ったのにダメです。なんでだろう、もうわし、おじさんが本読んでるだけじゃん。で、今回の最新の配線図、これかな、あ、これだ、ちょっと待って、これ何、これは換気扇。あ、換気扇ね、うん、お邪魔します。お邪魔します。まずエアコンだよね、うん、エアコンがこの辺に来るイメージだよね、うん、そう、エアコンそこで、線はなんか50センチぐらい出しといてって言ってた。ん、50センチぐらい余らせといてって言ってた。あ、そう、うん、で次は、うん、コンセントの部分が、うん、こうやってソファーがあるじゃん、うん、でここにテーブルが来る予定じゃん、うん、ここにしよっか。うん、いいよ、じゃあそこ抜こう。うん、オッケー、うん、はい、ぴったり。で、あとこっち側だね。こっちね、うん、水道と冷蔵庫は同じ1個のソケットにするので、うんうん、その分開けなきゃいけないのと、換気扇を開けなきゃいけない。換気扇ね、でなるべくやっぱ目立たない方が可愛いよね、うんうん、あ、こっちは別にいいのか、そのまま配線する。開けられないね、まだ。よし、やっていこう。そうだね。お、それでいいのか。あっぷ、あかわいそうに。全然思ってねえじゃん。え、そんなことかわいそうにじゃないの。鉄に触れないようにしないと。あ、なんかぽくなってきたじゃん。うん、よし、いいんじゃない。うん、いいと思う。そっちは1個は 2.0 で1個は 1.6。
で、この2本は何かというと、そこの壁にスイッチとコンセントが1個ずつつくってことだよね。そう。だコンセントはこことここにフリーのコンセントがあるんですよね。そういうことです。そういうことです。じゃああとは本当に重要な、あの次の作業に関わってくるこっちだね。そっちか。うん。でね、これは渡りにするって言ってたので。あ、そうなんだ。そう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 。あ、じゃあここで切っちゃっていいって言ってた、うん、そうだね。オッケー。じゃあどの道こうやって下を這わせることには変わりないってことか。オッケー。じゃあこれで大丈夫なのか。で、あと上ね。全部で3つつけたいよね、うん、真ん中全部ね。真ん中は1個絶対欲しいよね。この辺り。うん。はい、オッケー。これね、そうだね、そこからこう這わせて、うん、はい、ちょっとやってみよう。この天井の上を這わせて、うん、こうなる。そういうことだね。はい、はい、完璧です。完璧です。じゃあこれをこう見たか。あ、じゃあ終わったね。じゃああとソーラー持ってくる。どういうの買ったかって、この前来たし、せっかくだから。ソーラー、うん、いいよ。よし、はい、ではというところで、はい、あれ見つけたのカオリンだっけ。そうです。俺じゃないよね。違うよ。俺だったら自分の手柄にしないで。あの楽天で関谷っていうね、うん、あのバッテリーとかソーラー売ってるメーカーを見つけて、うん、ありありってる、大丈夫、うん、でその時に小学生でも組み立てられるキットっていうのが売ってたわけですよ、はいはいはい、でこれだったらいけんじゃないかなと思って、うん、小学生でもできるから組み立てられる、俺らでもできると。そう、発電キットで、ここが2枚あると、うんうん、で、このソーラーから何につながるかっていうと、うん、でこれにだ、ここからまず ここにつながるわけよ、コードを通じて。だ、これチャージコントローラーね。そう、うん、でこれはあの壁に付けて見えるようにする予定、うんうん、そうだね。そうで、そこから何につながるかっていうと、うん、バッテリーボックス。この中にバッテリーを入れたこのバッテリーボックス、うん、でここからこのインバーターにつながると、うん、でこのインバーターの出力が1500だよね。そういうこと。で、あとは今回これでいいなと思ったのは、ポータブル電源からのこれが付いてるわけよ。これをつなげるとそのままで充電できるっていう AC からね。そうそうそう、ものだから。そういう意味では家庭用コンセントからつなげられると、うん、一応その外からの電源なのか、うん、ソーラーからの電源にするのかっていうのは切り替えスイッチをつけて選べるようにするっていう仕組みです。うちらが作ったわけじゃないけど。という感じですね、うん、じゃあ、はい、まばしらやっていこうか。まばしらね。いよいよ。ああ、まばしらがもうすぐ終わっちゃうから。まばしらがすぐ終わっちゃう。俺パパってやっちゃう。俺が。いいよ、お願いします。じゃあ、え、いいの、やりたくない。 3.5 にする。 3.2 でいいよね。うん、いいんじゃない。これ開く。無理。なんか無理な気するんだけど。そっか、やっていくよ。気をつけてね。うん、無理だね。これ無理だ。工具がね、ミスった。ミスってるんで、うん、六角じゃなきゃいけないってこと？そういうこと。ここが、あー、間違えちゃった。しょうがないよ。しょうがない。これはもうじゃあ次、藤本さんが来た時に工具借りて、うん、先にパパってやると。パパってやっちゃう。うん、そうしよう。じゃあ一応この説明だけはちゃんとしとこうよ。いいよ。壁は横向きに板を張るから、うん、縦に輪柱が必要で、うん、天井というかこの縦ラインは。横に張ってくから、あ、違う縦に張ってくから横に輪柱がないといけない。絶対大きく見えるよね、こういうなんつうの、遠近法でちょっと大きく見えそう。そうそうそう、広く見えるよね、うん、絶対と思うよ。うん、まあ、じゃあそんな感じで、はい、じゃあ回柱ちょっと間違えました。はい、次はっていうか、あと窓枠。窓枠、うん、窓枠は回柱の板使えばいつだっけ。そう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 、だからそれを切ってヤスリがけしたらオイル塗っとくっていう。そういうこと、ね、作業です。やっぱワットコイルのオルナットは結構いい色だな。いい色だね。なんか濃すぎないじゃん。今更だけどこの色でよかったんだよね。今オイルうちにあったから、ウォルナットにしちゃったけど。確かに。もっと薄くなくてよかった。ね、ナチュラル系がいいよね。はい、ということで今回なんですけど、うん、キャンピングカーのこのベース車、配線前の、あのコードを置いてみた。
いいのかなこれで。いやいいんだ。で次の作業が、次来る大工さんが来てやる作業がすっごいもうガラッと変わるというか。そうガラッとトラックがねもうトラックじゃなくなっちゃうみたいな。もうこういう風景は見えなくなります。はい、そうっていうすごい大きい作業があって、でそれをやるためにこの配線で線を通しといたりとか。窓枠を切っとくとか、うん、そういう作業が必要だったので全てはそこにつながってる、そう、ね、今日1日でした。そうあの非常に重要な、はい、最初の一歩踏み出すみたいな、ね、なんですけど真柱はできなかったんで、うん、とにかく早く中をねなんか綺麗にしたよね。したい、うん、ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた。